3人で重装したいと思います。はい、まあそんな感じで行ってみよう。なんやねん、さっき言っとけ言ったやん、トイレ。ほんまめんどくさい、だってトイレも気分が乗るときと乗らんなんやねんそれお前作曲家かお前はちょっと街並みが見えて車がいっぱい走ってますね。はい、行けそうやね、このままいけそう、全然大丈夫そう。面白い靴ですね。はい、東さん、あったねもう一回聞きましょうか。すごいね、強いいいタイミングで東屋出てきたんでね、ちょっと今日は火出てるんでね、日陰でランチしたいですよね。はい、ラーメン食べます。はい、1年に2回ぐらいしか食べないラーメンを。最近でも、ね、登山行ってるからしょっちゅう食べてるやろ東さん。でも登山の時私そんなにラーメン食べてないよ。パスタとかやもん。あ、パスタね。うん、パスタは好きでよく食べてるけど。あ、なるほどね。うどんとかあとそばとか。あ、なるほどね。うん、今何時？12時47分。おっ、ランチタイム、うん、いい感じですね。うん、貸し切り。はい、ランチタイムですね。今日はですね、僕はあのモンベルのガーリックリゾッタですね。はい、これちょっと3本なんでね、ちょっと高いんですよね、421円でね。美味しそう。美味しそうですね。でもこれだと卵スープですね。この隣の帰れま店のこの天野フーズさんの、卵スープとですね。カズマさん何ですか？わかんない、適当になんか棚にあるのパテ手取って買ったら、はい、チリトマトヌードルのビッグ買ってた。なんでビッグやねん、普段買わへん心なんか適当に取ってん、あ、大きいと思って。なんで大きい、こんなん食べられへん。なんで大きいじゃん、時点で気づきや気づかへん。ひもやんは燻製オリーブ香る塩ブラックペッパー&バジル味カップヌードル塩、結果カップヌードル塩ですねこれブラックペッパーでうまさ引き立つ。なるほど、情報が多いな最近カップラーメン。結構すごい重要なことが孝太郎くん、みんなこれ使ってるモンベルの色違いで。ああ、それ写さんね。お前赤でしょ、緑でしょ、これは渋いね、こんな渋いな、落ち着いてんな、なんか落ち着いた感じ。ちょっとこれ孝太郎くん、私の一番最初の動画のやつ、あのひどいやつ、美しすぎる、あのひどいやつやる、ひどいやつ、違う、あの一番可愛いやつよ。あー最下位は、なんか本当に感動する、孝太郎くん、こうじゃないかもしれないけど、こうやったっけ、分からんけど、これじゃないんだな、いっぱいあるね、これ、これじゃないわ、そうやろ、私が出会ったのはアズパンのキノコの家、なんかつなげて2個あった。あ、そうやろ。あ、でも懐かしい、なんか自分の家に戻ってきた感じ。雷雨時の避難用紙、緊急避難用紙、これやってよかったわっていう時あるんかな、ほんまね。あ、でも、あ、そうか、ゲリラ豪雨になった時そうなるんか、ブルヘンの世界、ここにな、私とウサギとリスとか、こう、農山、山の野生動物とアズバンコにバーッて、ここで雨宿りする。まずグラサンはかけないよね、そうなったらそうなってないわはい、こういう感じ、岩場の道になります。ハイキングコース出た、見ました。これ昔ね、僕こっち行くときにね、前大昔24歳ぐらいの時に付き合ってた彼女とね、一緒にね、久しぶりにハイキングに行こうってことで行ったんですけど、間違いこっち行ってもてさ、でもこれ このでっかい看板、でっかい看板なかったんやんか。へー、そしたらそのまま行ってさ、そしたらもうライトもなくてさ、真っ暗になってさ、そのゴルフ場の人に迎えに来てもらったっていうねなんかすごい、初めての遭難っすね。あれ自力下山できんかったから、あれはほんまの遭難でしたね、ハイキングで。え、それは、うん、何、それ遭難したから、その彼女にかっこいいところが見せれなかったっていうこと。いや、見せれなかったって言ってるから、彼女がまた登山お互い知らんか、登山ってなんか送りできよってんよ、その、あの奈良の田舎から来てるから、めっちゃ遅れてきてんよ、1時間半とか1時間とか、もうなんとかしたら、まあ、コースタイムも減ったくれないし、なんとか着くやろ、なんとなく言ったら、したらここ間違えたらやばいなってことを思いっきり間違えて、ライトも持ってなかったよな、あれ、今考えたら、遭難して正解やったな、あれ、多分あの帰られへんもん、あの暗い道が。ゴルフ場の人に迎えて来てもらって、車で駅まで送ってってもらったっていうね。いい思い出ですね。いや、ほんま父さん何もしてんこれやからね、あれが初めての遭難でしたね。え、また触るな、また好奇心が抑えられない。やめろやめろ、ほんまや、触ってくれ。あ、やめろやめろ、ダチョウクラブの触りなちゃうねこれ、ほんまや。高電圧か、高電圧ね。でも触りたなるな、触ってないなと触りたなる今日はもう突然もうやる気がなくなったんでね。だって靴大丈夫なこと分かったから。あ、そうや、その確認のためのね、ハイキングやったの。ロンドの橋があるわけなんですか。そうそうそう、今からの吊り橋は行ったことないから、
待してる。そこはいいでしょ。うん。うん。さあ、駐車場歩きましょうか。こんな感じ。駐車場ゴルフ場。花が咲いてるからなんかちょっと気分が。そうですね。うん、あ、なんかね、14時33分か。ええ時間ですねこれ。結構ええ時間ですよ。これのんびり芝生ってますからね。だらどうでもいい話。どうでもいい話しながらね。さあ眠いとかなってきたな。高太郎が飛び込む案件。なんでやねん。どっから金出んねん。ここら。かなりね。あそこから高太郎流れてくる案件。見たい。含めた。この坂すごいしんどいんだ。これは最後のあれですね。登りですね。マジっすか。めちゃくちゃしんどい登りなんで頑張りましょう。はーい。はい、今ね、今日の目的地にアズパンさんがどうしても行きたかったね、クロンド園地の橋ですね。あ、星野ブランコ、星野ブランコのとこまで行きます。何しかね、僕今も眠さがピークですわ、ほんま。今日もこのアウトドアウェアとね、このパンツとね、ただいさえのね、登山だけでもすごい楽しいのにね、今日このパンツとですね、あとあのウールですね、大和道のウールを試すのがもうワクワクしすぎてましてね、1、2時間ぐらいしか寝てないんですよね。めっちゃ眠いっすわ。その眠気がね、この、午後14時58分にね、来てるわけなんですよ。もう仲間寝ながら歩いてるみたいなもんですね。あー、その星野ブランコ行って、まあ、電車で寝たいと思います。で、アズパンさんはまあこんな感じで楽しそうに喋ってますわ。はい、ね、そのまま行きましょう。ちょっと上がっちゃったらすぐよ。さっきのさ、看板ちゃんと撮ったあと30分、20分、10分になってくる。撮ってないだろうな。見たい、見たい。今日撮りだけなしやっけさ、今日の動画さ10分以内ぐらいまとめてや、うん、まとまるへんわ。まとまるへん、おもろいこと言ってんねんじゃないと思う。言ってないよ全然。俺も喋ってるし、コーテルの喋ってるところ、いっぱい喋ってる、喋ってるとこ飲み動画にしよう。こんな全部カットして。もう残念、うまいこともつなげれるからもう任しといて、ほんまに。なんでこんなとこ撮ってんねん、ほんまに。なんじゃこの動画。やめて。ちゃんと真剣に取り組んだよね。何時までにここに到達するっていう意思がないでしょ、俺ら。何もない。ないでしょ。だから楽しくないんですよ。何時まで、たおそらく俺の、なんかね、今日あなたも初回から不調を訴え出してね。ね。もういきなりだから。朝からパンまずかったからな。パンまずそれはもう店の腕かあなたの体調かどっちかわからないですけどね。まあまあそんな感じで、あなたも最初からリタイア宣言してたからね。それはもう気も抜けるでしょ。ようここまで歩いたわ、ほんまに。よく。トレーニング、体の、いつからいつまでにちゃんと、はいはい、あのほんま一本まで行くぞって言ったら時間こんだけやって焦っていったら楽しいんですよ。へー、もう一本もええわ。違う山行こう、違う山。はいはい。6個やったら無限に行きたいよ。あ、そうやね。うん、おいんじポータルチャンネルさんついてるじゃないですか。あ、見えた。長いよ、釣り橋。思ったより長い。でかいでしょ。これなんか日本一かなんか、なんか分からないし、なんかそんなのあるらしいですよ。結構でかいんですよ、これ。いや、行きますか、星野ブランコへ。うん。行きましょう。こちらき。いや、東さん着きましたよ。あ、言ってる前に、言ってる前に星野ブランコ出てきた。星野ブランコ来ましたよ。私初めてさ、あ、るのこれグラサブドローン。美人なお顔、美人なお顔出して眠たすぎて顔に力が入らない。それで顔に力が入らない。結構300-280m ぐらいじゃないですか。あれ行きましょう。怖えな、やっぱり。いいよ、これと。うわ、怖い怖い。中。怖えな、これ。これあるやつと、網あるやつとないやつの違いが知りたいな。なんでここ。全然かね、あくびしてるやん。ここ一番のあれですよ、一番見どころなんで、アルバンさん。すげえでかいあくびしてる場合ちゃいますよ。
っと眠いよ、今何時。もう眠いな、ほんま。今15時29分や。ちょっとあの15時29分、うん、あの釣り橋でこんだけあくびする登山者あんまりいないですね。いないですね。こっからどこに向かいますか。ここから駅に向かいましょうか。今から被災地、はい、こんな感じか。こうやってめっちゃ立派じゃないですか。こっちの方が立派に映んね、うん、さあ次ね、アズバンさんがね今から国体の練習の時に行ってた思い出の地ですね。そう、あとチチンプイプイで狭間寛平さんと一緒に並走したあのクライミングウォール。あ、クライミングウォール並走したアズバンさん、うん、そうそうそう、すごいじゃないですか。有名人じゃないですか。そうそう、で なんかすごいカメラ来ますよ、ね、すごいね、テレビ局って、ね、何だろうな。思い出の場所ですか。何撮ってんですかね。何撮ってんですかね。でもいつもねよくねカメラで鳥とか撮ってる方いた気がするけど、ね、登ってんのあれ今日誰か登ってる。登ってる、登ってるじゃないですか。登ってるわ。見上げたよ、久しぶりです。久しぶりに見に来た。顔見知りじゃないですか、アズバンさん。こんな長いだろ、うん、すげえな。中の壁がめっちゃ、あ、こんな被ってんねん。そうね、上に行けば行くほど被ってるでしょ。でも傾斜がある分距離が伸びるから。あー、そうそう、ほんますね。もうさっき5分ぐらい寝ましたね、アズバンさん。10分ぐらい寝てた。10分ぐらいで元気になったわ。眠たかったから。さあ今からこのまま歩いて被災地に向かいましょうか。はい、なんとも覇気のない動画になってますわ。はい。あ、なんかね、だってあのあそこの道が見えてきて、ほらやっと、まあもうちょっと行ってみたら。はい、いやーでも、まあ、ここでバーベキューは楽しい。そうそう、バーベキューできるな、うん、してはるか見ようがすごいする、うん、バーベキューしたい。あかふくらはぎパンパン、あずパンパン、あずパンもパンパン、ふくらはぎパンパン。何やその早口言葉でもないような早口言葉のような。何じゃそりゃ。最初に来ました。今はですね16時53分ですね。おお、約5時。はい、長かった、うん、結構なだいぶのんびりしましたね。あ、53分、次もう53分やん。無理無理無理。今何時で？今50分。うん、5時5分。5時5分にしましょう。で、10分刻みあるから別にどれでもいいじゃん。まあ、それしましょうか。うん、なんかその。あ、着きましたね、アズバンさん。はい、被災地着きました。着きましたね。お疲れ様です。お疲れ様です。現在何時？現在は17時ですね、約ね。17時。はい。朝7時半に京橋。はい、待ち合わせで5時。歩きましたね。だいぶねだらだら歩きましたけどもね、うん、はい、でもまあでも、あ、靴どうでしたか、東さん。靴はもう何も痛くならなかったですね。よかったですね。完璧です。いや、ここで痛かったね。あのね、オクトスの時間は何やったんやと思ってたんで、ね、うん、ほんま良かったです。そう、それだけはめっちゃ祈ってました。これで今年の唐沢カール、はい、期待できますね。はい、じゃあまたこんな感じでね、大阪の低山どんどん登っていて、はい、頑張って北アルプスに行きましょう。そうですね、トレーニングしましょう、はい、まあそんな感じで、ほな、さいなら。